東山で13番館から、滑水女子大学前に至るオランダ坂、正隆院前のオランダ坂オランダ坂は、長崎県長崎市東山市の旧居留地時代に、作られた石畳の坂道、石段。長崎市東山市重要伝統的建造物群、保存地区を構成する要素の一つ。オランダ坂の名称は、かつては、大浦や東山で、南山手といった、 旧居留地の石畳が敷かれた坂道の総称であったが、現在は長崎市の公式観光サイトの記述によれば、正高い前の坂、滑水坂、滑水学院下の坂の3つの坂の総称としている。沿道には異国情緒を伝える15棟の洋館群が立ち並び、眼下に長崎港を臨境館に恵まれたロケーションにある。長崎の観光地を結ぶ動線であるほか。 高台に住む地域住人に欠くことのできない生活道路として親しまれている。小雨が降って石畳がしっとり濡れたオランダ坂の情景は風情があると言われ人気も高い。1857年欧米列強との通商条約締結を前に幕府は長崎に隣接する大浦湾周辺に外国人居留地の開設を計画し、 湾の大規模な埋め立てなどの大規模な造成工事を経て、1860年より諸外国に貸し出された。開設された居留地は、湾を埋め立ててできた広大な平地と、それを南北に挟み込む丘陵地からなり、平地と丘陵地の間は、五島列島や天草地方から取り寄せられた砂岩の石畳の坂道で結ばれた。欧米から来た外国人らは、 見晴らしの良い高台に邸宅を構えた。当時の長崎の人々は、欧米の諸外国の人々をオランダさんと呼んで親しんでいたことから、自然に高台の邸宅に続く坂道を総称して、オランダ坂と呼ぶようになったと言われる。昭和30年代以降は、モータリゼーションの急速な進行の影響による、石畳の劣化やアスファルトによる、舗装化が進んだことから、 1985年から翌年にかけて復元工事が行われ、道路横に憩いの場として商工園を設置した。1986年8月10日の道の日に旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選定されており、検証費はこの商工園内に混流されている。オランダ坂と呼ばれる場所は日本にいくつかあり。 次のような例が挙げられる。ありがとうございます。